はい、皆さんこんにちは、ワネルルビジです。では今回は提督の決断オーバーピット棒の岬沖海戦ヤマト特攻リベンジ、続きやっていきたいと思います。でですね、まずここまでの情勢はご覧いただいてきた通り、かなり厳しいという中、各海域は逃げ回りを行ってですね、なんとか4つの海域を防衛しています。日本近海、沖縄、南シナ、そしてマレ沖で、とにかく今はですね、アルミがない、飛行機が作れないという状況です。でそんな中、頑張ってですね、なんとか艦隊を再編していまして、今マレー沖にですね、艦隊を集結させています。まず第一艦隊、これは唯一生き残った戦艦長門、これに宇垣まとめ中将が座礁していると。で超赤城、これはね、ここまでに建造を開始してきた超赤城に加えて超加賀も完成してます。井上さんと城島さんがそれぞれ座礁で、超赤城に関してはですね、すべての既存航空戦力をアルミに一度戻して艦載機を乗せ替えました。直縁はレップで、護衛機が長距離護衛機30機で、長距離爆撃機が85、攻撃機に関してはね、唯一残っていた天山、これを9機乗せています。これでマックスの150機。まあどうだろう、この1隻の空母で、通常の2隻の正規空母に相当する戦力を乗せているのがこの超赤城ですね。で超加賀に関してはですね、残念ながら航空機がどうしても足りなくて、もうアルミも全然入ってこない状況で、アルミに戻せるくず鉄交通航空機ももうないと。そんな中、なんとかですね、直縁でレップ、護衛でレップ7で、爆撃機で、長距離爆撃機をね、22機だけ用意しました。もうこれが限界ギリギリですね。で、残りの第一艦隊の方は、従順をなんとかね、かき集めて、寄せ集めて、編成したと。で、第12、第13、第16はですね、これ潜水艦隊、特攻型の潜水艦隊で固めています。特攻型の潜水艦なので、もう装甲は全部オール1。ただし、高速性を追求して、24ノットで敵に迫った上で一撃中の魚雷攻撃をぶちかますということですね。で残りの艦隊はですね、もう逃げ回り用の艦隊です。一隻しか入ってないような艦隊ですね。で各海域同じような状況です。であと技術開発状況なんですけども、技術開発、兵器開発の方は、一応夜間の爆撃機まで完了しているという状態ですね。で作戦目標なんですが、今ちょっとレイテ見えなくなっちゃってますけども、レイテはですね、敵の航空基地ないかと思いきや、3つの航空基地にアメリカ軍が6個艦隊を駐留させているというかなり厳しい状況。一方マラッカ沖の方もですね、敵の航空戦力400機、さらに艦隊3つ入っていると、こんな状態ですね。敵の艦隊は正規空母インパラカブルが入っているイギリスの第5艦隊で、第6艦隊がこれ潜水艦隊に、あとは空母が3隻入っている艦隊、これもね、艦隊の規模としては小さいものの戦力としてはかなりでかいですね。で第16艦隊、これがね結構厄介で、軽巡と駆逐艦からなる艦隊になっています。で我々の今の戦略だとですね、潜水艦隊2個艦隊、特攻型の2個艦隊の潜水艦隊を送り込んで、敵の大型艦、空母だったり戦艦だったりを撃沈していくと。で、敵の航空基地に関してはアウトレンジ攻撃で超長距離爆撃機を発艦させて、破壊していくという戦略なんですけど、このイギリス軍の第16艦隊が爆雷を投下してくるので、潜水艦がボッコボッコ沈められてしまうという状態になります。なので、ちょっとここはね、うまく操船をしながらという形になります。で実はですね、ロケハンを行った時に マラッカ海峡を攻略できました。ただしその後収録をすると5回6回とやってるんですけど、どうしてもねマラッカ海峡が取れなかったので、今回はちょっと申し訳ないんですけども、その提督の決断法
にあるリプレイ機能を使ってですね、そのロケハン時の状況をですね、解説というか、実況しながら、マラッカ海峡攻略、シンガポール攻略を行っていきたいと思います。はい。では、シンガポールへ進行していく、ロケハン時の映像になりますけども、これを使ってプレイの方していきます。まず投入する艦隊はですね、先ほどご覧いただいた第一艦隊、これは正規空母、超赤城、さらに正規空母、超加賀、その他従順が、ひしめいているという艦隊です。で、特攻型の潜水艦16隻を1個艦隊とした2個艦隊、合計32隻の潜水艦隊を投入しているという形ですね。で、ちょっとお話した通りですね、普通にやっていくと、この潜水艦隊が敵の水雷戦隊の爆雷の前にバタバタと沈められていってしまうという状況なんですけども、今回実はこの後すぐ敵と回敵するんですが、運がいいことに、この従順艦隊の目の前に敵の水雷戦隊が現れるので、この水雷戦隊をまずね、片付けることができたというのがとても大きかったです。で、空母に関して言うと、超長距離爆撃機を積んでいるので、敵の基地に近づく必要がなく、アウトレンジで攻撃をできるので、第一艦隊から、空母だけ切り離していきます。では、時間を進めていきましょう。まあ、序盤雨が降ってくれてるというのもね、結構大きいですね。ここで敵の水雷戦隊とぶつかります。で、正規空母赤城と加賀、まあ、超赤城と超加賀は一時ね、撤退させていきます。これが最初に潜水艦だとね、この敵の駆逐艦艦隊の前にバッコバッコと味方の潜水艦が沈められるんですけど、最初にこんな形で味方の従順が敵の水雷戦隊とぶつかってくれたおかげで、逆にね、敵の水雷戦隊を壊滅させることができました。で、日本軍の従順の優秀なところは魚雷が撃てるところがね、とっても優秀ですね。魚雷で敵の足の速い駆逐艦や軽巡を沈められているというのはとても大きいです。これでね、大きな敵の脅威を排除できたので、潜水艦が、まあ、戦いやすい環境がね、用意できました。で、続いて敵の正規空母インカラブル、これのね、甲板も早々に大破させて、撃沈をしていきます。ちょっと長門のね、大破が早かったかなっていうのはあるんですけど、この従順艦隊の中ではね、長門が一番最初に狙われるので、まあ、しょうがないかなというところですね。これで敵の水雷戦隊はほぼ壊滅させています。これで、ね、のびのびと潜水艦が生きる戦いができそうですね。ちょっとこの辺りは魚雷がもったいなかったかなって感じはします。で、もうボロボロになった形にはなってるんですけど、長門が健在のうちに敵のね、航空基地に迫っていきます。で、味方の方はまだ全天候型、つまり雨の時でも発艦できる航空機は持っていないんですけども、夜間の航空機に関しては開発が完了しているので、夜まで爆撃が可能というのは敵の航空基地攻撃にはすごく有効ですね。特にこの超長距離爆撃機を積んでいる赤城、加賀からすると、敵に発見されることなく一方的に攻撃が加えられるっていうのはむちゃくちゃ大きいです。で、夜になっていきます。で、これ今雨が降ってる状態なんですけど、雨が降っててもご覧、夜になってもご覧のようにね、爆撃機が飛んで敵の航空基地、1回の航空機の攻撃で、約半分ダメージを与えられるというところですね。で、ここで、敵の航空基地に対して攻撃を始めたんですが、敵の航空機も飛んでるので、その前に長門が沈められたという状態ですね。で、爆撃機は攻撃を繰り返します。これでね、沈められれば終わらせることができればよかったんですけどね、残念ながらちょっと残ってしまったんですよね、敵の航空基地に。敵のね、爆撃機が飛んでくるので、ここでまた何隻かの、
従順を失う形にはなります。まあ、ただここでもね、邪魔臭い敵の駆逐艦軽巡、この辺りを、まあ、沈めておいて、残りは潜水艦、特攻型の潜水艦に任せると、委ねるということをやっていきます。ここは本当にね、火力的に従順で良かったなっていうところですね。従順の火力があってこそで、ここで敵の空母も発見してます。敵の空母がね、ここに3隻いるので、この3隻の空母を仕留めておくと、で、あとはご覧いただいた戦艦部隊ですね、この戦艦部隊に関しては一旦放置しておいて、潜水艦部隊に任せます。さすがに戦艦と従順で撃ち合うとね、結構苦しいですからね。で、ここにいるのが戦艦、敵の正規空母ビクトリアスなんですけど、このビクトリアスの甲板も大破させている状態ですね。ここまで来るともう敵の正規空母はね、ただの鉄くず、鉄板でしかないので、先に敵の航空基地攻略に向かいます。でね、ここでまた爆撃機が飛んでくるところで雨が降ってくれたんで、まあ従順がね、生き長らえたという形になってます。で、残ってる敵の正規空母2隻いるので、この2隻も甲板を大破させるのを優先させて、砲撃戦を挑んでいきます。で、一方潜水艦隊がね、ようやく南下してきてくれているので、これで敵の戦艦をね、仕留めにかかります。これ本当に先に潜水艦がね、敵の水雷戦隊の爆雷攻撃にさらされてると、潜水艦がもうこの時点でいなくなってるなんてこともあるので、まあ、その点とても良かったかなというところですね。で、イギリス軍アメリカ軍、総じて言えるのが、空母の装甲が結構硬いんですよね。ようやくここに来て、甲板大破させたというところで、結構従順の攻撃を耐えてくるという雰囲気はあります。雨が止んだので、ここで敵の航空機がまた回ってくるという感じですね。で、航空機による爆雷攻撃はこちらの、ね、第2飛行場に攻撃を仕掛けています。さすがにトン爆弾を積んだ長距離爆撃機による爆撃だと火力が出ますね。本当はもうちょっと護衛機をつけてあげたいなというのはあるんですけどね。ここで敵の空母、ご覧のように撃沈してます。もう一隻、ここにね、空母残ってますが、これも撃沈を目指して、敵の基地攻撃と並行して攻撃を加えていきます。で、一方潜水艦の方は、ご覧のようにね、敵の戦艦に取り付いた形になるので、ここから敵の戦艦を仕留めていきます。本当はね、追尾魚雷がここで生まれてると命中率がさらに上がっていいんですけど、まだね、追尾魚雷は完成していないという状態なので、研究は始めてます。開発研究を始めているので、追尾魚雷が完成したらね、潜水艦による敵のジャイアントキリングというのがさらに増えてくる。これでもうね、敵の戦艦も無力化したので、あとは2つの飛行場を潰していくと。雨の降ってるうちにね、この第3飛行場に関してはもう終わらせてしまいたいんですけど、今6隻の従順いるんですけど、うち2隻はもう砲撃能力を失っているので、4隻の従順からの攻撃という形になっています。これで敵の戦艦を撃沈。ロイヤルソブリン撃沈ですね。水雷戦隊がね、ある程度数が残ってくれたというのも大きい。
次の戦いに備えられるというものですね。本当に敵の水雷戦隊と潜水艦がぶつかると、敵の水雷戦隊の爆雷がだいぶね、優秀になってきているので、あっさり潜水艦が沈められるっていうことが多かったんですけど、敵の駆逐艦軽巡を排除できていたというのが、まあ、今回ね、勝利につながった一因だと思います。6回ほどロケハンの後プレイしたんですけど、どうしてもねクリアできなかったですね。うまく立ち回っていたとしても、逆に基地攻撃が完了しないパターンですね。敵の艦隊を排除しても敵の基地が、まあ、攻略一つ残っちゃうねとか、そういうことになってしまったので、今回は本当に効率が良かったかなと。第二飛行場に関しては敵の航空攻撃ですね、まあ、強力ですからね、1トン爆弾を積んでるんで。これで、敵の飛行場も全部破壊が終わって、まあ、おそらくね、潜水艦がなんかが一隻混じっていたので、その潜水艦が、まあ、撤退をしているというところだと思います。すぐ終わらないの。これで勝利ですね。まあ、戦果の見ていきますが、味方はね、残念ながら、長門。宇垣さんの長門が撃沈されているのと、まあ、従順がね、全部で、7隻ほど喪失しています。ただ潜水艦の喪失が2隻で済んでるので、これはね、本当に戦力をすごく温存できたんじゃないかなと思います。で、一方、イギリス軍なんですが、第5、第6、第16と艦隊投入してきているんですけども、まず第5艦隊は壊滅。で、第6艦隊は、戦艦2隻を中破、ロイヤルソブリに関しては大破させています。で、正規空母イラストリアスは撃沈で、ビクトリアスとイントミダブルは大破させています。第16艦隊から潜水艦を除くすべての艦艇を撃沈、まあ、大戦果を挙げましたね。まあ、従順7隻戦艦1隻を失ったものの、敵の第5、第6、第16艦隊を事実上壊滅。さらに何といってもシンガポールを取ったというのがむちゃくちゃでかいですね。シンガポールはね、喉から手が出るほど欲しいアルミが取れるので、まあマレーシアですね。これで、超加賀に乗せる、その航空戦力を作っていきたいと思います。では、ちょっと今回はね、本当にリプレイ機能が、この、帝都決断の方にあってよかったなって思うんですけど、本当にロケハンもね、ちゃんと収録だけはしとこうかなというふうに今後は思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、このマラッカ海峡シンガポール攻略後からですね、続きをお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お付き合いをいただければ嬉しいなと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。